疲れた、でも気持ちいい。今日は本を紹介しようと思いまして、ちょっと森の中に来てみました。まあ、緊急事態宣言ということで、まあ、この辺りはあまり関係はないんですけど、まあ、僕が出かけたい先がそういうことになってるんで、今年の冬は結構家の中にこもりがちになってて、まあ、それでちょっと昔に読んだ本をまた引っ張り出してきて、最近ちょっと読むというのをやってます。その中で今日は2冊紹介しようと思います。一つ目が冬の本ということで、帯にも書いてるんですけど、84人の冬の本の形ということで、84の作品が収められてます。基本見開き1ページに1作品ということで、84個収められてます。この本を買ったのは2012年の暮れで、僕が会津に引っ越してきた最初の年の冬に買いました。多分東京の三鷹の雑貨屋さんでジャケ買いをしました。もうこの見て一発でわかる和田誠さんのイラストにもうググッと引き寄せられて、まあどういう本かよく分からずに買ってしまいました。で、久しぶりに引っ張り出してきてまた今回読んでるんですけど、まあやっぱ10年近く経ってるんで、前に読んだ時とかはもう全然見方が違うというか、感じ方が違うようになってて、すごく楽しみながら読んでます。この先10年20年後もまた読んでみたいなと思う、そういう内容の本です。僕的に面白かったのは、この中に片岡芳雄さんの作品が収められてるんですけど、片岡芳雄さんって僕の中ではバイク、サーフィン、白い T シャツっていう、そういうイメージなんですよ。もうハワイっていうイメージなので、片岡芳雄が冬の話っていうのがなんかすごく新鮮で、それで僕この本買った時に一番最初に読んだのが片岡芳雄の作品です。もう短い話なんで、内容を言うとネタバレになってしまうんであまり言えないんですけど、割とこう和風というか日本的な言葉が結構飛び出してきて、なんか同姓同名の別の片岡芳雄なんじゃないかなって一瞬思うような、そういう作品だったんですけど、すごく僕は楽しめました。あとね、意外なところだと、曽我部恵一さんとかね、まあ音楽的なお話をちょろっと書いてます。で、今回読んで初めて、まあ、前回も多分読んでたと思うんですけど、全く眼中になかったというか、今回読んで初めて気がついたのが、又吉直樹さんの作品が収められてます。この本が出たのが2012年で、で又吉さんが賞を取ったのが2015年、芥川賞で、多分その前年もノミネートされてたような気もするんですけど、そこそこ前の話なんで、まあ文筆業ではあまり名が知れてなかった頃の又吉さんの作品が収められてるってことで、なんかすごい大発見をしたような気分で読ませていただきました。まあ、84人も収められてるんで、やっぱもう10年前だともう全然気がつかなかったようなことがね、気づけたりして、なかなか面白いです。高山直美さんとかね、五十嵐美清、ボノボノの五十嵐美清ですね。これ多分話もらって結局締め切りになっても何も書けなかったのかなっていうね、はい、面白い内容の五十嵐美清さん、はい、安西水丸、はい、あのイラストレーターの、面白いですね。山田太一とかね、よく書いてくれましたね。なかなか面白いです、まあ、ページをめくるたびに文体が変わるので、ちょっと僕は一気に読むのは難しくて、まあ、僕は一つの作品をこう5回6回7回8回って何度も読み直して納得して次の作品って移る感じのタイプの読み方をするんで、ちょっと一気には読めなかったんですけど、まあ冬なんで時間も結構あるということでね、あの冬の本ということで、なかなか面白い本です。おすすめします。そしてもう一つ、これは残念ながら絶版になってしまってます。ソフトハウスまたは地球の上に眠るという本です。これ実は去年買い直したんですよ。本当は僕が学生の時に、よく読んでた本なんですけども、もう第一次アウトドアブームの時代です。ビーパルとかアウトドアとか、そういう雑誌がこうバッて出てきた頃の本です。なんで買い直したかというと、まあ、去年の秋に僕の友達がキャンプに行ったんですよ。で、まあ、キャンプに今来てますと。で、料理とかは特に作りませんと。まあ、何もしません。
ただ外で寝るだけのキャンプですみたいな、そういう内容のことを言ってたんですよ。でそれを読んで、ああこの本や、この本の中身やんかってね、バッと、まあ、フラッシュバックみたいに思い出しまして、まあなんせ絶版になってたんでね、探して買い直しました。まあ、ざっくり言うと中身は初めてキャンプをする人へのハウトゥー本みたいな、そういう指南書的な、そういう本なんですけども、まあかなり中身が古いです。当時僕が読んだ時でさえなんかちょっと古いなっていう気がしたので、もう本当今読むともう天動説と地動説ぐらいの差があるような中身です。ただ当時からそうだったんですけど、そのハウトゥーの部分よりも読み物としての中身の方がすごく面白くてね、それは今読んでもめちゃくちゃ楽しめると思います。これはきついぞ。うわちょっと寒いな、ちょっと帽子かぶります。寒い、これやばないか。でこの田淵義雄さんっていうのが、もうアウトドア界のレジェンドみたいな方で、文体というか話す内容がキレッキレ でこれはもう今の、まあ、今第何時かな、今第3次アウトドアブームぐらいですかね。もう今のアウトドアブームにもうアンチテーゼみたいな感じでズバズバ突き刺さるような、そういう内容が書かれてますので、これはもう今読んでも面白い本だと思います。でまあ、内容は気軽にフラッと出かけて、まあ、キャンプして土の上で寝て、でまた帰ってくると、もうキャンプなんて簡単なことなんだから、もう気軽に出かけようよっていう、まあ、そういうような内容です。でこのソフトハウスっていうのがテントのことです。主役はテントです。でテントのその周辺のいろんなお話を田淵節でこういろいろ語ってるという、そういう本です。それだけテントに愛情を込めて書かれてるんですけども、最後の最後に、夏の雨の心配がない時ならテントは置いていったらどうだろうって、今までのテントの話何やってんっていうぐらいのもうどんでん返しなんですけど、でも結構この本の真理かなと僕は思ってます。実際キャンプを、まあ、3回4回とやっていくと、そのうちあれもしかしてキャンプにテントっていらないんじゃないかなって思う時が来るんですよ。で意を決して実際そういうことをやってみると、もうその身軽さに僕は結構感動を覚えました。キャンプ道具の中でテントって結構もう重要なアイテムじゃないですか。もう何だったら一番重要ぐらいのアイテムじゃないですか。だけど大きくて重い、そのテントをなしにしてキャンプをしてみると、なんていうかな、常識とかこう今まで信じてたものとか、こう今までこうずっと積み重ねてきたものとかがもうグワッてもう180度ひっくり返るみたいな、まあちょっと大げさですけど、僕はもう初めてそのテントなしのキャンプをした時にそれぐらいの感動を覚えました。とはいえキャンプ道具ってね、結構集めると面白いじゃないですか。僕も円高真っ只中の時代の人間なんで、海外から日本で売ってないアウトドアギアを個人輸入して越に行ってたりとか、そういうタイプだったんで、まあ僕が言っても説得力はないんですけど、まあでも機材とか料理とか、まあ、焚き火とかもそれがないとキャンプじゃないみたいな話になってしまうとね、なんかキャンプやるのにすごい重い腰上げなきゃできないみたいになっちゃうとなんかもったいないんで、ね、まあそういう意味ではキャンプ初心者だけでなく、まあ、ある程度キャンプをもうやっててちょっと倦怠期かなみたいな、そういう人が読んでもすごく新しい発見があったりして楽しめると思います。まあ絶版なんでなかなか手に入りにくいかもしれないですけど、まあ、アウトドア好きの方はぜひライブラリーに加えていただけたらなと思います。いやちょっとやばいな、これめちゃめちゃ降ってきた、これはやばい。ということで今日は本を2冊紹介しました。どちらも冬に読むにはぴったりの本じゃないかなと思います。では撤収します。あー寒い、よいしょ、よいしょ、はあ。